神智子君、はい。日本共産党の神智子でございます。まず新型コロナウイルス対策についてお聞きします。札幌市では4月26日に介護老人保健施設バラッとアカシアで入居者が入所者が新型コロナウイルスに感染したのが判明し、5月3日には51人1名にまで広がりました。で翌日5月4日に北海道からの依頼を受けて。 クラスター対策班が派遣されましたでクラスター班が入ったので、感染の流行を早期に収束させることができるのかと思いましたけれども、感染拡大は収まらず、12日後の5月16日には84名まで広がり、札幌市は施設内に現地対策本部を設置するという事態になり、その後、90名を超えましたで。なぜ感染拡大したのか 厚生労働省は4月7日に、原則入院とする通知を出しましたが、まあ、入院させなかったわけですね。でお父さんがお亡,お亡くなりになった男性は、入院治療を受けていれば助かったんではないかと訴えておられます。しかもクリス、クラスター班が入った日、5月4日に原則入院とする通知を更新して、やむを得ず施設での入所継続を行う場合もあるという正し書きを入れたんです。 で感染者の受け入れ病床を調整しているというのが理由なんですけれども、この未知の感染症が発生しているのに、施設に留め置くことが可能だという正しがきを行って対応したことに、問題はなかったんでしょうか、お聞きします。 まずあの感染の中で,ですね感,染に感染したのと発症したのと、かなりずれがありますので、そこをよく踏まえながら対応していかなきゃいけない、今回のケースもすでに一定程度感染はして、まだ発症には至っていない方、その方々がまた発症していって、拡大していった、そういった意味においてはいかに早期にですね介入していくのか、その必要性を我々も認識をさせていただいているところであります。そのの上であの正ししがき言うのというお話がありましたけれども あのまず、あるべき姿から言えば、入院が逼迫することがないような必要な医療提供体制をしっかり確保していくということ、これはえこれからもしっかり進めていかなければなりません、まあ、しかし、当該事情が発生したときにどう対応するか、限られた制約条件の中でどうするのかという中では、一時的にですねあのどうしても入所せざるを、入所を継続せざるをえない場合も出てくるわけであります。 ただ、その場合においてもです、ね、それはあくまでも入院が原則であって、それの例外的な取り扱いだと、そしてその期間においてえ、都道府県が人員体制、物資などに関する支援体制を構築していくこと、また症状や状態に変化があった場合の医療提供体制、入院方針を明確化していくこと、期限の目安を定めていくこと、まあ、等々を求めているものでありますので、まあ、いわば、 本来であれば全員が入院していくことが当然ではありますけれども、さまざまな地域的な条件、あるいはそうした医療、地域の医療の逼迫の状況の中で、まあ、やむを得ずといった場合に対する対応を示しをさせていただき、しかしその中でも、あくまでもやむを得ずであって、こうした措置をしっかり講じていただきたい、このことも併せて申し上げているところであります上智子君あのやはりですね、そうは言っても、亡くなられた方やです、ね、家族の方の苦しみや、 介護施設を支える職員の気持ちを考えますと、原則入院とする通知を変更したってことで、何が起こったのか、やはり実情をつかんでですね、見直すべきではないかというふうに思います。あのクラスター班についてお聞きします、えー。クラスター班は感染拡大防止対策の提案、関係機関との調整、疫学調査などを行うってううになっています。で、札幌のバラとアカシアに入って何を教訓にしたのかっていうのは明らかじゃありません。 なぜななならら報告書の作成は自治体任せになっているからですなぜです、ね、クラスターが発生したのか、なぜクラスター班が入ったのに、感染が広がったのかということさえわからない、クラスター班は感染の流行を早期に収束させるために、徹底した対策を講じるという方針を受けて設置をされています。それななのに報告書がいと これでは迅速な対策を取るための疫学調査が共有化されないんじゃありませんか。加藤厚生労働大臣あの感染拡大の防止のためには、早期にクラスターの発生を把握して、積極的疫学調査を行っていく、そして感染源と濃厚接触者を同定して、感染拡大防止していくための対策を実施していくことが必要でありまして、そのため、厚労省においては、要請を踏まえて、 クラスターの、そうした専門家の方々で構成されているクラスター対策案を設置をし、それぞれの地域に要請に基づいて発見をさせていただき、感染拡大の可能性についてのリスク評価、あるいは感染拡大の提案等の支援を行っているところであります。 あの具体的にですねどういった提案をしたのか、調査支援報告を公表するか等は、これはまず一義的にはその自治体においてご判断されるべきものというふうに考えているところであります。またあの厚労省は厚労省で派遣で得られた知見を踏まえて、例えば新型コロナウイルス感染症に対する感染管理、あるいは医療従事者向けの感染の注意喚起に関する周知等に努めさせていただいているところでありますし、また5月1日には、 医療機関における新型コロナウイルス感染症に備える体制整備を発生時の初期対応として、医療機関が行うことが推奨される事項を取りまとめた周知も行わせていただいているところでありまして、そうした経験についてはです、ね、それぞれ活用させていただいている、ただ、具体的な対応については、基本的には自治体が中心になり、それのいわば支援として入っているわけでありますから、全体としての対応等については、自,衛隊に自治体において取りまとめて公表されるべきものというふうに考えております。 上智子君自治体においてとていうことを言われるんですけれども、国のクラスター班が入ったのに、収まらないで広がったわけですよ。で国が調査に入っているのに、報告なり調査メモを作らないなんてありえないと、報告ないんですかって言ったら、それは出せないという話でありまして、なぜかって言ったら、自治体がまとめるんだと、でこれではです、ね、よくわからないわけですよで。ぜひですね、直ちに疫学調査が教訓化されて、徹底した対策を取るように。 求めておきたいいと思います次に国立薬務病院の機能移転計画についてお聞きします国立薬務病院は、北海道で唯一の近日トロフィー、重症心身障害者、障害児障害者の専門病院ですで。新型コロナのクラスターの発生が収まらず、第2波に備えた体制が急がれるときに、国立病院機構は今年8月18日から、近日や重心の患者さんを、 245キロ離れた札幌の国立北海道医療センターと、約くもから85キロ離れた国立函館病院に移送するといいます。で明日も、まあ、6月23日にもリハーサルを行うといいます。新型コロナウイルスの発,発症の発生、感染症のさなかに、この治療薬もワクチンもまだないのにです、ね、免疫力の低い患者さんをなぜこの移送するのかと、移転するのかと。 で患者家族の会のある方は、現在、コロナ感染防止のために、家族とは面会できず、患者はつらく寂しい日々を送っていると、薬物に残る選択肢があれば残りたいと言われています。一方、家族有志の会の方も、機構はコロナ禍にあっても、移転計画は一歩も立ち,立ち止まることなく、ウイルス感染に対して何の躊躇もないまま進められている、重度の障害を持つ薬物病院の子どもたちの 命を危険にさらすことになる子どもの命を軽視しているとしか思えないと言われてますコロナ禍の移転は子どもの命を軽視しているこの意見に理事長さんはどう思われますか楠岡国立病院機構理事長お答えいたします今回の移転の趣旨といたしましては 入院患者ささんが今非常に高齢化されておりますで生活習慣病との合併症がかなり増加が見込まれておりますしまた今後とも他の併存症の発生も考えられる中で現在の立地および現在の医療機能ではそれを十分対応できる専門医の確保、充実が極めて困難な状態になっております。また 高齢化が、ご家族の方自身の高齢化も進んでおり、非常に長距離に、まあ、面会等での移動に関しても非常に負担になっているという声も聞いております。で以上のような理由から、近ジストロフィー患者の方々などから移転の要望をいただいたところもございます。これらを踏まえて 平成27年6月の基本構想の公表以降、北海道医療センターおよび函館病院への機能移転に向けた検討調整を進めており、本年9月1日の機能移転を予定している最中でございます。ご,ご指摘のとおり、8月中下旬に患者移送を予定しておりますけれども、これはあくまで予定であって、 今後のコロナの状況をしっかり見極めながら、随時、それに対しては必要な措置を取っていきたいというふうに思っております上智子君。私は、現場から出されている命を軽視しているんじゃないかという意見に対して、どう思うかということを聞いたわけですよね。で函館や札幌への移転というのは、これ、大移送計画になるんですよで。移送する患者数、移送に関わる人員が何人になる予定なのか、薬も病院だけでは対応できないと聞いています。 どこかから何人程度応援に来るんでししょうか福岡理事長お答えいたします北海道医療センターには、延べ192名のスタッフにより、136名の患者を移送する予定にしております。また、函館病院には延べ65名のスタッフにより、54名の患者を移送する予定にしております。 現在のこの計画では、看護師については延べ95名、医師については延べ11名の応援が必要となるため、北海道東北グループ内の国立病院機構の病院へ協力要請をしているところでございます上智子君あの。8月18日から21日までの4日間で、延べ300人体制だというふうに聞いてきました。 で医師や職員以外に、移送業者は、これ、日本通運の運転手120名、車の台数でいうと120人程度と、第一送計画ですよ。それで、応援部隊のための宿泊施設も必要になるんじゃないかと、患者、あるいは移送に関わる医療関係者、移送に関わる運転手、応援部隊が泊まる宿の感染対策は一体どうするのかと、PCR 検査、移送2週間前から、 これ隔離するんでしょうか医者、看護師、運転手、付き添い人、宿の職員、それぞれにどうなるのかということを説明いただきたいと思います楠岡理事長、協。まず、患者移送に関わる職員につきましては、 移送業務を行う時点で、新型コロナウイルスに感染しないことを確認することは極めて重要なことであり、それに対しましては、移送実施前の2週間前から、健康状態をチェックするスクリーニングフォームを作り、それを提出していただく、それから移送前の PCR 検査等の実施については、その対象範囲を踏まえ、現在、検討しているところであります。 でお質問の宿舎に関してでありますけれども、この現在確保している宿舎におきましては、どのような感染防止対策を取っておられるのかを確認しているところであります。感染防止対策としては、消毒薬の設置、あるいはビュッフェ形式による食事はなく、通常の,その個別の食事、その際の座席間隔の保持、従業員の健康管理、清掃の強化、 あるいは換気等に関しまして、どのようなことが行われるとか、今、確認をっておりますし行っておりますし、すでに多くのところでは、そういうようなことが取られていることも確認しております。また、それらに加えまして、応援スタッフに関しましては、宿泊する際に、部屋の換気をこまめに行う、あるいは手指消毒などを徹底するように周知し、リスクの軽減を図るようにしております。 移送の状況に関しましては、車内を運転席側と患者さん、スタッフが入る側は、そこに仕切りを置いて、その区画を行う、それからそれぞれにおいては、十分な換気を行うということによって、感染病房を,を行うとともに、輸送の対象、いわゆる運転手等のが直接、患者に接触することがないように、設定していきたいというふうに考え、今、その準備を進めているところでございます。 上智子君 PCR 検査については、今まだ検討しているというふうに、まだ決まっていないということなわけですよね。で病院には移送の準備をするコンサル会社や、引っ越し業者が来ると思います。で患者の家族は面会禁止になって、今までいるわけですよねで。業者はそれで病院に入れるのか、患者の部屋に入って荷物の整理を行うんでしょうか。 検温はするのかもしれませんけれども、業者が新型コロナウイルスを持ち込まないために、PCR 検査や一定期間、隔離をする必要があるんじゃないかと思いますけれども、そこはどうなんですかおか理事長。PCR 検査を行うことは確実に行うことにしておりますけれども、どの手法を使うのか。 あるいは時期として、どの時期が妥当であるかというのは、現在のところ、いろいろ検討している最中でございます。特に今、8月という移送時期は、今から2か月先ですので、その時点でのコロナの状況、北海道におけるコロナの状況、あるいは周辺におけるコロナの状況を見ながら、PCR 検査を必要とするもの,の対象者を絞っていくと、絞るというか、決めていくというふうに考えております。 それから業者の方ですけれども、基本的に移動に伴う患者さんの荷物の取りまとめ等は、病院職員の方で行い、直接的に業者がその患者さんの荷物をまとめるために、病棟の方へ入るようなことはないように行いたいというふうに考えております神友子君。それをどうやってやるのかとよくわからないんですよねで。厚生労働大臣にお聞きしますけれども、あの基本的なことなんですが、 新型コロナ感染を防ぐ知見っていうのは、隔離されてるんでしょうか加藤厚生労働大臣あの。新型コロナ感染症については、いまだ不明な点が多い感染症でありますけれども、その時点における国内外の情報収集しつつ、また、例えば今のは院内病、病院の話をされておりましたけれども、発生した院内の感染事例。 また派遣された感染症の専門家の方々の知見も踏まえて、新型コロナウイルス感染症に関する感染管理のガイドライン、これを作らせていただき、また、逐次、改定公開をし、また厚労省としても自治体に通知するなど、院内感染に万全の院内感染のための方策について周知を図らせていただいているところであります。したがってあの あくまでもまだ不明な点は多いわけでありますけれども、しかし分かったことをそれぞれ踏まえながらです、ね、必要な感染,症感染症の予防を講じていただけるよう、対策を講じているということであります上智子君今、大臣も不明な点が多いというに言われました。リスクはだからあるということですよね、ゼロじゃないわけですよね。で、新型コロナウイルス、症状のない人もいると、これがやっぱり難しいところでもあると思うんです。 だから自分が感染しているかもしれないと考えることが大事だというふうに言われてきました。移送計画に関わる引っ越し業者や、宿泊施設の職員や医療関係者、誰もがそういう意味で不安を抱えているわけです。ましてや、安全のための治験は確立をされていないし、治療法や薬が特定の病気、症状に効果がある、そういうエビデンスも確立されておりません。そういう中で,です、ね、免疫力の低い患者さんを移送するんでしょうか。 コロナ禍のこの移送計画の強行については、中止あるいは延期するように、大臣、言うべきじゃないんでしょうか加藤厚生労働大臣あの先ほど、国立病院機構からもご説明をさせていただいたように、まあ、そもそもこの移転というのは、患者やご家族の方々の声なども踏まえて、こうした合併症が増加する中でですね、えー 同病院の立地、あるいは現在の医療機能では対応できる専門医の確保、充実がなかなか難しいということ、また高齢化が進む家族との長距離移動の負担にも配慮が必要であること等々を踏まえてです、ね、こうした移転計画が進められてきているわけであります。まあ、あの今回の,その いわば患者搬送については、新型コロナウイルスの状況も十分考慮していただきながらです、ね、その方の安全、安心、それを確保し、万全の体制を講じていただくよう、6月18日付で、国事病院機構に対して、私どもの医政局長から事務連絡も発出をさせていただいたところであります。まあ、今機構かかららの逐次いろんな説明もありりましし、まあ、したたそうことをしっかり体制をっさらに 感染防止に対する体制をしっかり取っていただく上で、また具体的な中身について、患者、またそのご家族に丁寧な説明をして、不安の解消に努めていただきたいというふうに思っております神智子君やはり命を優先するのが、私は厚生労働者だと思うんですよ。その厚生労働大臣がしっかりと言うべきことは言うというふうにしなきゃいけないと思うんですね。それで、ちゃんと担保できるのかっていうと、まだはっきりしないわけですよ。 でしかもですね患者家族、職員の皆さんから繰り返しあの上がっている不安というのは解消されていません、今でも。で、機構のホームページからですね、理事長の挨拶が掲載されておりますけれども、えー、理事長はこう言ってますよね、病院機構は医療を通じて、地域の安全と安心に貢献してきた、患者の目線に立って、患者の目線に立って、根、えー、節丁寧な医療体制を提供するとて言われているわけです、理事長。 このコロナ禍で,です、ね、免疫力の低い患者さんの移送計画は、これやっぱり中止か、あるいは延期すべきではないかと思いますけれども、いかがですか。福岡理事長あの現在ののコロナの状況が 今後どのように展開するかに関しては全く未知と言ってもいいような状況かと思いますで、先ほども申し上げましたように現在北海道においては新規患者が発生数は5人以下それからいわゆる市中感染症と思われる患者さんは昨日では1名のような状況 入院患者数は現在80名程度ということで、北海道の方で定めている、まあ、ある意味、警戒基準に相当する3つの基準のいずれも半分以下のような状況になっております。このような今の状況が今後、どのように展開するか全く分かりませんので、こういうデータを見極めながら慎重に判断することは今まで通りでありまして、絶対に起点を行うということを決めているわけではございません。 ただこのコロナに関しましてもし今後国内で ある意味、季節性インフルエンザのような定着状況がもし発生すれば、そうしますと、それを前提にしたまあ移送計画を考えなければならない。もちろん、その今後予想されるような第2波、第3波の最中に移送することは絶対にできませんが、ある程度、見極めのついたところでは行わざるを得ないというふうに思っております。それが先ほど最初に申しし上げましたまた、あ、た患者さんののの将来のためとということもありますので いうふうに考えております。神智国。あの未知っていう話もありました。そして知見は何よりもこれ確立されてない中ではですね、決して無理をしないようにいうことを改めて申し上げておきたいと思います。あの残り財務省の方に来ていただいたんですけど申し訳ありません時間がなくなりましたので次回とさせていただきます。ありがとうございました。